一打に思いを込める野球。全力を尽くし、あふれる涙。劇的な復活の陰には孤独な戦いがありました。今までのような、ね、手組みに戻ってくれるかどうかというそういう不安もあるし、経験したことがないのでいろいろな不安が頭をよぎったりをしましたね。心に残るドラマの数々。王監督率いる日本代表、野球の世界一を決めるワールドベースボールクラシックに挑んだ30人、今年最初のドラマの主役になりました。夢のメンバーみたいな感じのね、そうそうたるメンバーが揃って勝負にこだわっていきたいと、まあ、できればもうセンターポールに日の丸をあげたいと。しかし日本は苦しい戦いを強いられました。韓国にまさかの連敗、二次リーグ敗退の危機に追い込まれました。この時誰よりも悔しさをあらわにしたのがイチロー選手でした。僕の野球人生で最も屈辱的な日ですね。普段冷静なイチロー選手、王監督の存在が気持ちをかきたてていました。世界の王監督が、世界の王選手が本当に世界に出て、ユニフォームを着て日本代表として指揮を取られたわけですから、それは小さいことであるわけがないですよね。僕らは早々と負けるわけにはいかない。絶対に負けられない。強い思いが幸運を呼び寄せました。優勝の最有力候補だったアメリカがまさかの敗退。日本は準決勝に進み、三度韓国と戦うことになりました。勝利への執念を見せるイチロー。気持ちで打ったタイムリーヒット、韓国を圧倒しました。キューバとの決勝戦、1点差に詰め寄られた直後、タイムリーヒット、勝利を決定づけました。崖っぷちからの世界一。必ず世界一になる。強い思いが劇的な優勝につながりました。ニューヨークヤンキースタジアム、一人の選手の復帰に注目が集まりました。松井秀喜選手です。5万人を超える観客が立ち上がり拍手で迎えました。怪我から124日が経っていました。アクシデントが襲ったのは5月11日。
左手首の粉砕骨折、選手生命を脅かす大怪我でした。3分の1にまで落ちた握力、いつまでも消えない痛み。孤独なリハビリを支えたのは必ず復活するという強い思いでした。戻る時にはいい形で戻るね。みんなが知ってる松井秀喜というものを少しもその劣ってないところで自分は戻るんだとね。その気持ちだけですから。 4ヶ月間の治療とリハビリを経て迎えた復帰後初打席。タイムリーヒット。第2打席、第3打席、そして第4打席、4打数4安打、あの松井秀喜が帰ってきました。非常に嬉しかったし、歓声はね、今日一日全部ですけどね、この歓声をね、おそらくもうずっと忘れることはないんじゃないかなと思います。メジャーリーグのマウンドに、ね、立ちたいということで海を渡ってきたので、ワールドシリーズチャンピオン、頂点に立ちました田口。信じられない。何が信じられないですか。いや、これが現実かどうかが分かんない。すごい。日本のエースは夢の舞台に旅立ちました。来年ボストンで新たな挑戦が始まります。僕はずっと、ここで投げれると、それを信じて、やってきたから今、ここにいるんだと。ワールドチャンピオンに、なれるように、少しでも力になれるように、頑張りたいと思います。人々の心を捉えた野球、また新しいドラマが生まれます。